Once again, I'm back with the next video. Honestly. Honestly, kill me. I know I said I will drop a video on Tuesday. No, on Monday. On Monday, I said I was gonna drop a video. But honestly, karma got me again. Like, seriously, I really have to make karma a special character on this channel. Because karma always want to keep messing things up. Seriously, like, I don't know how to explain this, but anyways, today we talk about the top 9 most jealous scenes in anime, 2022 edition. Now I know there's a lot of anime that's coming out this season, and soon we'll be getting more anime that I've been waiting for. Honestly, I can't wait for Bleach to come out. That nice anime Bleach, you know. Bleach, awesome. Bleach, the best. All right. So we're gonna talk about the 9 jealous scenes in anime 2022 edition. So let's get into it. Da dun dun da dun, da dun dun da dun. You go. あっくんの好きなモンスターにしようとしているショタコムーク城まあいいわ、私は今忙しいの。いいわ、見てなさい、私の華麗なるテクニックを。あれ、レイナ、ちょっと横入りよ。何よ、その見てなさいみたいな顔。しかもいきなり500円投入。あれ、レイナ、そんなにたくさん取って見せつけるなんて、なんで性格が悪いの。渋い顔をしていらっしゃる。もっと僕と只野くんを仲良く見せるには、あれだ。はい、あー、これにはさすがの只野くんもたじろいだ。やった、どうですか師匠、只野くんと仲良く。まだダメですか師匠、厳しい。おはよう。おはよう。二人とも早いね。一緒に登校なんて、海野くんいつの間にエリカちゃんと仲良くなったの。ナギくん、もう下の名前で呼ばれてるんだ。え、私なんてまだ一度も。ひろちゃん、早く図書室行かない。二人は会わないと思います。勝手に介入して勝手に諦めるのか。他に秘めた才能なんかないの。故に今の天野さんには向いてないと思う。言いたい放題言ってくれるじゃない。なら具体的にどうすればいいのよ。教科書を一読したら問題集をひたすらやるべき。なんかさ、二人ってお似合いじゃない。はあ、どこが。ほら、そういうところ。え、ずるいな、私ももっと仲良くなりたい。それ嘘、夜にこんなスマートイケメン旦那がいるわけない。恥かかせてやるわ。夜先輩、熱々のグラタン焼き上がりましたよ。あ、足がもつれて。ん、して岩谷殿はどこに。あの建物に霊気を倒す作戦を練るとかで。ラフタリアお姉ちゃんだけご主人様と一緒でずるいの。フィール、お腹すいた。レッドジェラートだ。え、フード、フードてか、あの二人付き合ってんのかな。ありえる。え、何その表情。ちょっとネズミ。君の初手をかわし後方へ退く。せー、痛い。場所を変えるぞ死神王女。変え、くらえ。死神ステップ。
月くん。え、会長？ちょっとか時間作れるか。はさかに大事な話がある。ああ、それでいい。じゃあ芝公園で待ってる。というわけで、明日会長とデートしてきます。ちょっと待って、近い。胸部が。ええー、やないの、雪村、うん、実験なんやから。人の体はあったかいわ。藤原さんわざとやってんだな。怖い女やで。だからなんで君はそうやって。じゃあクリス、怖い。なんだその不機嫌そうな顔は。別に。ずいぶんと藤原さんに鼻の下伸ばしているように見えるから。貴様の方が奏と幸せそうにしてただろうが。女同士は濃厚よ。性差別だぞ、公平性に欠ける。氷室を怒らせてしまったし。